はい、どうも皆さん、レザー木村でございます。皆さん、久々に、ボケての、結果発表ですね。結果発表ね、ということでありまして、前回同様これを表紙にしてます。まあなんていうか、一つ言いましょうか。僕、ボケてのボケに関しては一発屋です。このボケ以外は行ってみけたですね。まあ多分飽きたらそっちのミケタの方をまあ表紙にするかもしれませんが、ちょっとこれはしばらく一発屋なんで、これだけでこれを表紙にしますんで、よろしくお願いします。はい、今回ですね、ちょっとだいぶ前なんですけど、かなりもう先月ぐらいに投稿したお題を、結果発表させていただきます。これですね、お待ちしました。最強武器です、捨て方お題を。まあどう見てもこれトイレットペーパーロールの芯です。この芯を最強武器としました。どういう捨て方があるんでしょうかということで、答えを、求めたんですね。で、おしっこですね、実はまあ答えがね、ボケの作品が結構多く出まして、でも本当にありがとうございます。今までね、多い方じゃないかな、これ。まあとりあえず見ていきますよね。よろしくお願いします。これが一応僕のまあ例えの、ボケての作品ですね。無理やり加えさせてくじめるというまあこんな程度しか思いつかなかったんですけど、今回ですね、もうお題がお題なんで、もしかして場所がトイレですね。下ネタ多めなんですよ。普段僕下ネタはね、ちょっとあまりこういいように評価したことなかったんですけどね、今回もしょうがないんで、ちょっと下ネタ多めなんで、それはご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず、まあ、手始めにこれですね。これですね、忍者が、水中に潜むときのやつ。多分水遁の術ですよね。水遁の術でこれ使うかと。まあ僕でもね、これのっけのね、やつにしてはなかなか面白いなと思いました。なるほどって、まあ確かに太いんだけど、あ、なるほどって。だからこれ、まあ、紙だからね、あまり使い方にならないから、まだ使えるかっていうツッコミができるという意味で、今回これはいいですね。パピカさん、いいですね。大丈夫か、ありがとうございます。で、続きまして、中を覗くことで千里眼を手に入れられるということですね。どう見えるんですかね、千里眼ってね。こう覗く、だからその、まあ、覗くってことは望遠鏡風。なるほどと。まあ、ごめんなさい、これは普通かなって。おしゃけさんですね。ありがとうございます。これなんで1かというとね、これ、まあもちろんちっちゃい頃みんなやるだろうというのと、まあ有名なエピソードで、これ、なんてことか知らないですけど、大正天皇が、まあ、国会議事堂とかな、廊下を歩いてるときに、まあ、当然、天皇陛下なんですけど、取り巻きがいて、取り巻きがいる状態で、神話かなんか丸めて、こう覗いて、おお、見えるってやったっていうことを、がエピソードとして聞いたことがあって、まあ、ということで、まあ、1です。次ですね、これ。穴という穴に詰める。どういうことなんだよ、これね。穴という穴に詰めるっていうのは。これを詰めてるのかな、もう、詰める。穴側なのか、なんなのか。これ、理解に苦しむので、これ、申し訳ない。1です。お待ちさん、すいません、1です。はい、ちょっとそんなエピソードというか、それ欲しかったなって感じでしょ。で、次ですね。流す前の便器の中に水を落として、てん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 。これね、似たような答えがあったの、さっきのところ見たらね。
落としてどうすんだろうっていう、そのあのね、落としてか何があったのか知りたかったんですよね。あのご想像にお任せしますということはちょっとね、あのどうなんだろう、言ってたんですよ、これ申し訳ない。それはね、ハッキーボーなんですね。ありがとうございます。ケイジさんも次頑張ってください。すいません。ほんとこれもね、あのガチかガチの下ネタですね。竿にかぶせ新作が、ペンキに直接当たらないかんとかどんだけでかいねんっていう。確かにあのもうそういう前提なんですよ。竿にかだってあのまあ女の人はね当たるのっていうあの疑問がねこう出てくると思うけど、いやそんな普通ないよ。どんだけでかいねんっていうことで、まあ1です。それこれは、4時19分さん、それだい、ぜひとも4時20分に なんだか頑張って、頑張っちゃう。メルカリでお金かいくらになるんだこれ、待ってて、いやこれ結構難しいですね。あのお金かまあ、ボケてたからいいんですよ、別にね。ボケてたから許されるじゃないですか。ここで3、ね、もう使う、もう使う、これね、2.5 だったら 2.5 じゃったわけでね。違うか、30秒でもないから2です。すいません、2です、これは。ボケ山さん、ありがとうございます。次ですね。ダイナマイト200。なるほどと思った。これね、個人的に好きなんですよ。3、あのね、これね、いいですね。ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん、いいですね、これね。ダイナマイト、イーハルがいいね、イーハルってのが。あの、新たにダイナマイトがイーハルっていうかね、そう、イーハルってのが好きなんですよ、これ、実は。で、次ですね。イニシン、うん、頼り。うんに頼りか。イニシンだよ。どうイニシンなんだろうって。さあ、ガス言葉だなと思います。こちらさん、こんにゃくとオリーブオイルと納豆を中に入れて、蜜を溶き、どこに投げんだよ。こんにゃくとオリーブオイルって、いや、これ何がしたいんだろう、結局。蜜をとどこに投入するのかっていうね、トイレかな。僕ね、これね、欲しいと思ったのは、どこに投入するのかをちょっと教えてほしかったんですよ。ごめん、2。これもね、さっきも言ったけどね、あのね、あ、原宿先輩さん、あります。あのね、先輩さん、あの、原宿先輩さん、これね、あの、物投入ってどこにっていうのが欲しかったんですよ。どこに寄ってたうさんだったかもしれない。惜しいです。はい、次はそれですね。手を狙った方向に発射、自分に精神的ダメージあり、ね、はずいバカバグがはずいってどうしようかな。手を狙った方向に発射って、自分に精神的ダメージってどこ狙ってんだよ、むしろこれ、これも 2.5 だったらいいかってんだけどな。自分に精神的ダメージってどうなるんだよ、これ自分に受けてんの。だからその要は握りっぺ、あの方式でこう、あの屁をこう屁のところにこう筒を当ててこうやって匂ってるっていうことまあね、僕これ 2.5 だったらいいんだけど、3じゃないんだな。確か 2.5 にしたいやつが結構最初にあったんですよ。でもね、3になる要素は自分的にないんですよね。ごめん、2。ごめん、せいちゃん。せいちゃん。惜しい。せいちゃん惜しかったですね。すいません。これを学校のトイレに突っ込むだけで、生徒全員を体育館休むのができる。なるほどって思った、これは。事実ですね。確かに、そういう意味で最強だな。あの全員だから体育館に集めて誰がやったんだってなるやつ。あの僕の高校がね、本当にね、ちょっ
なんかあったらすぐね、なんか、うん、朝から全員さ、全校生徒が体育館に呼ばれて、で、もう、それで、それこそ、全校集会みたいな、緊急招集みたいな、あったんですよ。北海道だったんで、冬って、北海道の学校って、チャリ通勤中なんですよ、絶対。それは高校でも、中学校でも。まあ、中学校はまだね、ちょっともうダメなんですけど、高校でもダメなんですよ。で、冬にね、チャリ乗ってきて、ということは近隣の公園、まあ公園って言っても雪で待ってるから、これ入れないんだけど、まあ要はどっか適当なところに、チャリ止めて、学校来て、で、普通だったらね、これね、そいつらが今、誰ですかーですぐところを、だからもう、ものすごく意味深な顔して、担任が、はい、今日今から全校集会、全校集会です。全校少年みたいなの言われて、それこそ体育会に全員招集されて、その理由が、君たち全校生徒の中で、2人ほど、この真冬に、チャリ通してきたやつがいるってことで、そんなことで呼ばれることだったんですよね。それをふと思い出したんですよね。ちょっと記憶しすぎかもしれないけど、これ僕、これ好きです、これは。本当に。ガチでこれ好きです、これ。3です。グレンドコーヒーさん、おめでとうございます。3です。おめでとうございます、これは。ありがとうございます。次、これ。これ、あれだな。吉田沙保里を封印するって。これさ。これさ、なんだっけ、あれだな、ドラゴンボールのさ、マフーバ。マフーバこれ封印ってどうすんのこれ。この中に封印したのかなって。これボケて世界だったらね、これ最強の音とか出してね。倫理かなってです。3。皆さん、ありがとうございます。これね、いいです、本当に。ボケて世界だからこそ通用するこの楽器ある。これちょっと説明するとね、ボケてる中ではね、吉田沙保里はね、ドラゴンボールの悟空と同じぐらい、むしろ悟空より上とかね、そういうね、世界の、このボケて世界だとそういうのは、それを封印するっていう最強の、これね、絶対的に意味かなっていう、はい、3ですね。これね、そのままでは向きにならない、ワクワク三振に依頼するんだ。だからね、ワクワクさんに頼んで何に変化するかっていう答えが欲しかったと思った。そういう意味で欲しかった。ほんとね、ワクワクさんに依頼するっていうね、発想が好きなんですよ。イエス、これはタブさん、イエス、ありがとうございます。次、まあ違う、それはいいや。吉田沙保里を倒す最強武器です。で、使い方を答えよ、沙保里7ってポキョこれだから、アナキの話ね、これだから。この、吉田沙保里を封印するっていうその話を先ほど言ったんだけど、これね、その、吉田沙保里を倒すっていう、それで、最強武器だって、沙保里に答えを求めて、沙保里が待ち切れするってそういうパターンなんだ。ただこれね、先ほどの、だからこれね、もう答え、こっちが答えになってるから、そう考えたらね、これはね、だから答えよっていうことを他人に、他の人に依頼するっていうことをやっちゃってるっていう、これお題を無理したその内容ってことで、これは2です。TD さん、これはね、先ほどのもう答え出ちゃってるからっていうことで、申し訳ない、これ2です。ぜひとも次頑張ってください。やっとこれね、他人がつけた1がつくことでやってきます。掃除機が先手につける。なるほどと。なるほどなんですけど、これ武器にならない、それじゃ。武器を答えよう。武器を答えてほしかった。だけど、これね、1.5 なんですよ、実は自分的には。2に近いな。いいですね。味の素さん。ね。これはね、武器じゃないです、それじゃあ。どう、これ、なんで武器なのかっていう説明はむしろ違いますけど、これからですね。ザキッチンにつけることでどう武器なのか。ダメです、それは。次。穴の拡張。どういうことよ、これ。何を広げるの、これ。これを使うことで穴が広がる。これを穴に立てて、
何かの穴に刺して広げるってことなのかなって。でもそれが武器にならない。武器にしてほしかった1。ごめん、カピコさん、これね、これじゃ武器にならないですよ。もうちょっと武器としてどう、あ、そっか、武器としてじゃなくて穴を広げるところで武器にしたいのか。でもこれが飛躍しちゃうから1だな。すいません、カピコさん、ぜひとも次頑張ってください。お願いします。次です、これ、筒を口に当てて集まれって叫ぶと、どこからともなく施設のタイミングがなるほど、簡単に世界よ、これは。なかなかそういうことか。武器、あ、武器、あのね、武器としての補助なのか、そうなんだろうね。武器は武器という意味では間違えてないのかな。これはね、わかりました。あのね、これは 2.5 に近い3です、これは。おめでとう、ハクさん、うん、あのね、発想は好き、これ。あの、待って、一応武器になってるっちゃなってるかなって。だから、そういうこと。じゃあ、あのドラクエ4に出てくるバロンとの笛って、あのね、あのバロンとの笛で検索してください。あの、僕、これが、これ話すとちょっと正直分かるんで、あの、ただ、分かってるうちを言い込みます。あの、バロンとの笛を武器にするんであれば3匹3だなと思った、これは。まあいいや。ということで、一応これは、まあ、構造という意味では2点もなんだけど、まあ、武器になるから3です。はい。ということで、多分これが最後かな。開いて紐をつけてマスクにする。これね、ご時世的にね、3です。あの、だから、突っ込めんだもん、ちゃんとこれ。開いて紐をつけてマスクに、できるかーっていう。できへんわ、こんなのーってことで。ということで、これは3です。ということで、以上です。僕的にはこれね、優勝はこれ、ピンカテさん。ピンカテさんおめでとうございます、これ。僕は今回、自制的に超えてます。今回の、トップ賞、開いて、紐をつけて、マスクにする、おめでとうございます。今回、本当にね、多くの方がこれをね、ポケテの作品を数多く作って、いただきました。ありがとうございます。ほんとこれもね、マスクね、今のお店ね、これね、ほんとね、これたまたまです。だから1ヶ月でまさかね、今日みたいなね、このコロナのね、この苦しい時代になるとは思ってなかったんだけど、まさかですよ。ほんとこれ1月前のこれね、予言してきたな、こいつっていう感じの。ピンカツさんすごいなと思って、これは。うん。素晴らしいです。本当に素晴らしい、これは。そういう意味では、これもね、これはもう今回の独走ですね。文句なしです、これは。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回はこの、トイレットペーパーのシーンを再現武器にさせて、使い方を答えようということでした。また次回ですね、お題が思いついたら、そのお題をもとに、ぜひとも皆さん、ポケットの作品を、どんどん投稿していただけたらと思ってます。ちなみに今回は、今からですね、テーマソング作りました。スターハンターですね。スターハンター、いざ、伝道という。ぜひとも、この曲を聴きながら、今回は終了させていただきます。ぜひとも次回、皆さんの作品をぜひとも、どんどん、ご視聴いただけたらと思っております。ありがとうございました。リザキムでした。失礼します。